はい、どうもふみちゃんです。今日は新幹線の車窓解説動画です。音声のみで解説してまいりたいと思います。少し長めの動画となりますが、よろしければ最後までお付き合いください。どうもよろしくお願いします。はい、今日乗る列車はね、のぞみ200号東京行き新大阪を朝一番の始発列車です。この列車はね、グリーン車で東京に向かいたいと思います。ご案内いたします。この電車はのぞみ号東京行きです。はい、6時ちょうど、のぞみ200号定刻通り東京に向けて発車いたしました。終点東京には8時23分に到着予定、2時間23分の所要時間です。はい、今回もいつもながら JR 東海のエクスプレス予約を使ってこの列車の切符を予約しています。そのサービスの一環でね、 EX グリーンはやとくというね、サービスのプランが一つございます。こちらはね、どんなプランかと言いますと、乗車日の3日以上前に、列車を予約します。で、なおかつ列車がですね、発車する駅が早朝6時台ののぞみ号と光号に限ります。この条件を満たすことによって、グリーン車がね、大幅に安くなるというプランです。例えば参考までね、今回乗車する新大阪東京間、通常通りグリーン車を予約しますと、乗車券特急券合わせまして19,230円かかります。このプランで予約しますと14,400円、4,830円もお得なプランです。このようにね、非常なお得なプランがございます。最近では普通車指定席よりもグリーン車に乗った方がね、安く旅行ができるということがね、ございます。ご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅は京都、名古屋、新横浜、品川です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。はい、列車は鳥海車両基地をね、通過しました。新幹線の車両基地ですね。その奥には JR 貨物の大阪貨物ターミナルが見えます。はい、列車はね、天王山を通過しました。そしてここはね、ちょうど大阪府と京都府の県境付近、列車は京都府に入りました。
京都です。出口は左側です。京都を出ますと、次は名古屋に停まります。ご乗車ありがとうございました。京都に到着です。京都駅出口は左側です。走ること13分、早くも京都駅に到着しました。昔交通手段がない頃はね、京都から大阪まで歩いて約2日から3日ほどかかったそうです。今はね、新幹線で13分で着きます。新幹線を使わなくても今はね、東海道線の新快速でも30分弱で到着するという時代ですからね。交通手段の発達、素晴らしいものです。前原駅付近に、ね、差し掛かってまいりました。この辺りは霧が出ておりますね。そして新大阪を出て約30分、前原駅を通過しました。前原駅を通過すると関ヶ原の湖畔に入ります。ちょうどこの辺りがね、関ヶ原の戦いの古戦場付近ですね。もうここまで来れば、あとは岐阜県大垣市に向けて関ヶ原を逆に下るのみです。今通過したのが、桃配山という山ですね。関ヶ原の戦いで徳川家康が本陣を構えた山です。岐阜羽島駅付近に差し掛かりました。パナソニックのこの横に長いね、名物の看板、スピーカーなのかな、横幅 200m ぐらいあるかもしれないですね。そして長良川橋梁を通過、全長は約 574m ですね。この川を通過したということは、まもなく岐阜羽島駅ですね。はい、岐阜羽島駅、ただいま通過中です。次は新横浜に停まります。
まもなく名古屋です。14番線の到着、出口は右側です。乗り換えのご案内をいたします。新幹線この先途中、浜松、静岡、新横浜、品川に停車いたします。光504を東京行きは7時18分、降りて同じホーム14番線、各駅停車小玉632号、東京行きは7時29分、降りた同じホームの向かい15番線から発車いたします。中央線の特急ワイドビュー品の1号長野行きは7時ちょうど10番線から発車いたします。名古屋でお降りのお客様、お忘れ物はございませんか？チップや携帯電話、スマートフォンなどお手間に品をお確かめの上お降りください。また降りの時はお足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございました。名古屋に到着です。14番線の到着、出口は右側です。6時48分、名古屋駅に到着しました。次の停車駅は新横浜駅です。列車は1時間20分ほど、走り続けます。名古屋を出て約7分、三河安城を通過です。名古屋と三河安城の間は約30キロありますが、たった7分で到達しました。この後列車は岡崎、蒲郡、豊川市内を通過、そして今豊川を渡り豊橋市内へと入りました。そして今豊橋駅を通過しました。愛知県の東の都ですね。豊橋を通過すると間もなく静岡県に入ります。そして今目の前に見えているのが浜名湖ですね。この辺りは2500m、半径 2500m の急カーブが連続しています。700系以前の車両はこの辺りを255キロまで、ね、減速しないといけませんでした。ただ N700 系の車体傾斜システムで今現在はほぼ最高速度で通過することができております。はい、列車はね、西浜松貨物駅並びに奥に見えています JR 東海の新幹線浜松工場あたりを通過しました。もうこの辺りは浜松市の中心部付近ですね。はい、7時13分ですね。新大阪を出て1時間13分、浜松駅を通過です。浜松駅は東京と大阪のほぼ真ん中に位置する駅です。列車はただいま天竜川橋梁を渡っております。これより浜松市から静岡県の磐田市に入ってまいります。浜松が地元の僕にとってね、この天竜川橋梁は子供の頃から数多くの新幹線をね、この場所で、見てきたものです。0系から始まり100系、300系、そして500系、700系、今 N700 系ですね。子供の頃から本当数多くの思い出深い新幹線をここで見たものです。7時20分、列車は掛川駅を通過しました。牧之原の台地を越え大井川橋梁を渡ります。この大井川を越えて静岡県の西部から静岡県中部へと入ってまいります。列車は日本坂トンネルに差し掛かりました。この日
日本坂トンネル付近はね、東海道新幹線をはじめ東海道本線、国道1号線、東名高速道路とね、すべてが並列状態でトンネルに入ってまいります。安倍川橋梁を越え、静岡県の県庁所在地静岡駅を通過しました。新大阪を出て約1時間半ですね。はい、そして列車は富士川橋梁を渡ってまいります。右上に雲がかかっておりますが、富士山が見えますね。全長は、ね、1373メートルと東海道新幹線内で最も長い橋梁ですね。ほどなく新富士駅を通過しました。この辺りは富士市内の製紙工場もね、たくさん見えますね。はい、そして富士山が最も見やすいね、東海道新幹線の車窓スポットへ差し掛かりました。この辺りはゆっくり見たいですね。というわけで、しばらく4倍速で富士山を拝みましょう。列車は三島市内を走行中です。まもなく三島駅を通過します。なお三島駅は島式ホームのため、車窓右側に、ホームがあります。従いまして、この左側車窓からはホームを確認することはできません。はい、そして列車は新丹那トンネル内をね、走行しています。この新丹那トンネルは東海道新幹線で最も長い約8キロの長大なトンネルです。はい、そして熱海駅を通過しております。この辺りはね、半径 1500m という急カーブがあるため、列車は 185km の制限がかかります。はい、小田原市内早川地区を列車は走行中です。通過しました。時刻は8時前、7時52分です。平日の9時までに新横浜駅を発車する東京行き、のぞみ光
号に限り車内混雑を避けるため10席特急券で普通車指定席の空席にお座りいただけるお取り扱いを行っています。普通車指定席ご利用の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。ご乗車ありがとうございました。新横浜です。お出口は左側です。はい、列車は8時5分、帝国通り新横浜駅に到着しました。武蔵小杉辺りをね、通過しております。小刻みなジョイント音が新幹線としてよく聞こえる場所です。列車は玉川橋梁を通過しております。これより東京都内に入りました。次の停車駅は品川駅、そしてその先に終点東京駅が待っております。終点まであともう少しですね。はい、そして品川駅に到着、そして今発車しております。今見えているのが山手線の新しい駅ですね。もうすぐ新駅の名前が公表される頃だと思います。
Thank you. 皆様ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の東京です。14番線の到着、出口は右側です。皆様お忘れ物はございませんか？切符や携帯電話、スマートフォンなどのお電話機をよくお確かめの上お降りください。また電車とホーム内ながよく空いているところがございます。ご利用の時はお足元にご注意ください。特に小さなお子様をお連れのお客様はお子様と手をつないでお降りください。今日も東海道新幹線をご利用いただきましてありがとうございました。終点東京に到着いたします。14番線の到着、出口は右側です。そして8時23分、帝国通り東京駅の14番線に到着しました。車窓解説ね、今回は音声のみの解説でしたが、いかがでしたでしょうか。まあ、私自身ね、東京新大阪間のね、同市乗車が本当に久しぶりだったのでね、どのようなとこを解説するかというのをね、かなり悩みながらね、この動画を作っていきましたが、30分弱の非常に長い動画となってしまいました。最後までね、ご視聴いただきましてありがとうございます。以上、ふみチャンネルのふみちゃんでした。また次回の動画もよろしくお願いします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。